皆さんこんにちは、ダイスです。今回はポケットモンスターソードをやっていきましょう。ソードはコードプレイで、ダイスはフレコでお送りします。マグノリア博士、あれ、あ、研究所って言ってたのにこっち来ちゃった。ついでなんで上上がります。ソニアさんの部屋かわいいな。間違えた、ポケモン研究所って言ってましたよね、そういえば。あれ、旦那さんかな。そういえばこの辺あんまり見てなくて、裏とか何かあったりするんでしょうか。うわ、おっきい木、わざましいんだ、しっぺ返しもらいました。じゃあ、ちゃんとポケモン研究所に移動しましょう。はい、ブラッシータウンに来ました。なんか落ちてるやつが、あ、ありますね。うん、ピッピ人形だ。ちょっと寄り道です。この辺のブティックとかも行ってなかったんですけど、お金いっぱいあるのでいろいろ買えるようになりましたね。あと本当に服の種類が多そう。コードさんは男の人の主人公なんで男性の服なんですけど、女子の服は私まだ見てないのですが、楽しみですね。ジャージなんだ。ではポケモン研究所行きましょう。お待たせしましたが、研究所はどこだっけ。あ、そっか、手前の紫色の屋根のとこ、こっち側はないですね。あとちょっと電車止まってるの見えた。いや、私寄り道しながら行こうと思ってるんで、こういうところも見ようと思います。ストーリー中にね、見て、わざましい先に持ってた方が後々楽だと思うんで、すっごい見よう。ソニア博士、お客様です。来たよー、ソニアさん。こちらは助手さんだ。研究が忙しくなって手伝ってもらってるの。すっかり博士さんだね。今この研究所で預かってるんだけど、彼女がテキパキ整理してくれてね、すっごくできる人で本当助かってるよ。いや、そんな、チャンピオンのコードさんですよね。お会いできて嬉しいです。よろしくお願いしますね。ちょっと来てよ、見てもらいたいものがあるの。はい。やばい、助手の人も怪しく見える。パワースポット探しマシンってダイマックスできる場所、ガラル粒子が多いところに反応する装置なんだけど、ビンゴだわ。あいつらの近くにいた時なぜか反応してたの。もしかしてその通り、パワースポット探しマシンの反応を追えばシーソーコンビ、シーソーコンビっていう名前になってる。え、シーソーコンビなの。シルディとソードの頭の文字を取ってシーソー、呼びやすくない？シーソーコンビになっちゃった。ガラルの至る所に仕掛けたパワースポットマシンの反応を見てアクセス。超早いんだけど、スマホいじるのめっちゃ早い。で、いそうなところが分かったかな。うわ、予想以上の反応。ターフスタジアム？ダイマックスできるから反応してもおかしくないけど、これほどの数値は異常だよ。無限ダイナは違うよね、捕まえたし。うん、シーソーコンビと何か関係あったり。この騒ぎ、チャンピオンとして見過ごせないよね。マップタウンでも粒子の反応を見れるようにしといたから、迷ったら見てね。わかりました。なんかあったりしないかな。ないね。見れるやつとかもないのかな。じゃあスタジアム調査に行きましょう。タウンマップ確認。粒子が見れる。あ、びっくりマークがついてる。これか。これが粒子が濃いところなんですね、きっと。なるほど。すごいね、あちらこちらに仕掛けてあったんだ。ではタクシー移動ですね。空飛ぶタクシーで移動します。
これだから脇のところにね、アーマーガーが運んでくれてるのがついてて、アイコンも可愛いんですよね。スターチアン。最初ここ来ましたね。初めてのバトルのところ、ターフスタジアムです。あれ、チャンピオンと、あれ二人しているネズ君も。なんで？どうしました？のんきな挨拶ですね。新しいチャンピオンはダイマックスより大物ですよ。実はネズさんとのエキシビジョンマッチの途中、トレーナー不明のダイマックスポケモンが乱入してきましてね。まさか観客やスタッフたちを避難させたんですよ。ギャーンって言っている。北側の観客全員避難終わったぞ。聞こえたと思うけど、ダイマックスはまだ暴れてる。ポップさん助かりましたよ。さすがジムチャレンジャー、頼りになりますね。セミファイナルトーナメントで敗退したけど、あ、赤いのと青いの追いかけてたらターフスタジアムに入っていくのが見えてさ、後をつけたら突然こんな騒ぎになって、ほっとくわけにもいかないし手伝ったんだ。だからごめん、あいつら見失っちまったぞ。うん、見かけた怪しい人物も気になります。今暴れているダイマックスポケモンをおとなしくさせましょう。非常に手強い。あ、ここでお手伝いが入るんだ。はい、バトルコートへ向かいましょう。俺も手伝いますかね。ポケモンに罪はありませんが、ステージを邪魔されてはちょっと許しがたいですよ。ほら、元ジャンプの弟よ、君も来るのです。俺がついていっても足手まといになっちゃうかもしれないしさ。そんな、なんでなら迷いませんね。道には迷うけど行きますよ。わかってるぞ。ネズさん、兄貴だからなのか、何かと世話がそう優しい。お兄ちゃん優しいな。はい、4人だ。あー、ちょー、なんかしっかりクソタイプなんですね。では、行きましょう。戦う。火炎放射だ。わっ、やっぱ抜群は強いな。半分まで削れましたね。地獄好き大サイコ戻ってきちゃった。急所に当たってる。あ、みんなでやれば怖くない。4人いるからちょっとマックスレートボトルみたいな感覚なのかな。ダイマックスができるようになった。誰がするんだろう。お、来たー。削れましたね。私が強くなって倒れた。あれ、ちっちゃくなっただけ。あ、何があったんだろう。元気のかけらを使います。誰のポケモン、野生の子なのかな。大丈夫？とりあえず一段落ですね。ダイマックス、やはり好きになれないですね。ネズさん、ダイマックス嫌いは相変わらずですね。さっきのダイマックスは何か奇妙でしたね。トレーナーがいなかった。それにポケモン自身も力を制御できなくて戸惑ってる感じだったぞ。ですね。ダイマックスは通常ダイマックスバンドにポケモンが応えることで発動しますが、ポケモンとトレーナーのハーモニーにノイズがありましたよ。何か感じました？感じたかも。言っとこ。違和感があったんですね。こちらのポケモンのトレーナーも見当たりませんし、謎が謎を呼ぶ事件です。こちらのポケモンはターフジムで責任を持って保護します。本当にありがとう。おかげで助かりました。僕の助けが必要になったらいつでも呼んでくださいね。あ、レアリーフカー、リーグカードにレアがあるんだ。レアカードもらった。アマージョちゃん、僕についてもいいで。優しい。ヤローさん優しい。あ、いた。ダイマックス収めましたか。おやおやおや、さすがはリーグチャンピオン。いた。変なやつ。やっぱりいたんだな。なんで受付？
したったって返せよ。おーや、あなたも、あなたのものでもないでしょうに。たとえあなたのものでも返しませんけどね。なんだと、そこから出てこいよ。どなたですか？観客やスタッフは避難させたはずですよ。世俗のルールは我々には関係ないこと。そう、それこそがセレブリティ。はぁ、あ、消えてる。と言いますか、なんですあなた変な髪型、おまけに全身白黒、ナンセンス。失礼な人は信用しませんよ。しかし実験は成功。実験、次はもっと強いポケモンをダイマックスさせましょう。これが原因だった。最終的にはザシアンとザマゼンタの本性を暴いてやるのです。ザシアンとザマゼンタが何だって？憎きチャンピオンよ、我々はこれからどんどんダイマックスを暴れさせます。止めたくばせいぜい我々の華麗なお尻を追いかけてくることですね。んー、セレブリティ、それではグッバイ。おかしい、この騒ぎお前らの仕業だったのか。あいつらが逃げちゃうぞ。トラップの可能性もあります。不本意に追うのは反対ですね。 でもさ、うん、分かったよ。それでオーケー、少しクールにおなりなさい。あいつらがポケモンを無理やりダイマックスさせた、言っていたことほぼ確定ですね。しかもこれからもやるって言ってた。許せない、止めないとだよね。止めないとだよな。朽ちた盾を取り戻すどころじゃない。あの二人を止めないとだぞ。ん、どこ行ったんだ、これはどこに行ったんだ。あ、いたいた、大変だよ。ターフのガラルリュージャーナが収まったかと思ったら、今度はバウスタジアムとエンジンスタジアムで膨大なガラル粒子が反応した。結局ターフスタジアムでは何が起こってたの？ありのままを教えます。え、ダイマックスしたポケモンが暴れてた。これ疾走コンビの仕業なの？そう、きっとそう、確実にそう、絶対。ホップに、ネズさん、どうしてターフスタジアムから？スパイクタウンじゃないですよ、元ジブリーダーですからね。どこにいても不思議じゃない。それよりも他のスタジアムでダイマックスが暴れていると？ええ、同じ反応が他の町からでも。マリーが心配。スパイクタウンは大丈夫っぽいです。バウスタジアムとエンジンスタジアムだけ。そうですか。え、早っ、切り替え早い。ポケモンが勝手にダイマックスさせられなんて放っておけない。そう思うよな。うん、今すぐスタジアムへ。うん、それでこそチャンピオンですね。シーソーコンビのことは私に任せておいて。ネットで目撃情報で居場所を特定してやる。すご、情報収集は任せます。はい、ということで2つのジムに次回向かおうと思います。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you!